こんにちは。はい、もう花粉症にやられまくっていて、もうメイクもできないくらい、特に目が痒くて、ボロボロなんですけど、まあちょっと顔は出してないので、今日も頑張って撮影していこうと思います。ということでね、今日もあるものを使って、家に手持ちのもので、あるもので、コーデ、春コーデしていきたいと思います。で、ちなみに今持ってなくて今年欲しいアイテムはストライプのシャツです。私でも似合う。はい、この襟がないやつの方が似合うので、バンドカラーのストライプのシャツが欲しいですね。はい、最初のコーデはこちらです。モノトーンにベージュなじませコーデです。私はあんまりこういう首がメロンになってるのがあんまり好きじゃ ないので、ちょっと中に折り込んでしまおうと思います。こんな感じで、このトップスは一応シアーなんですけど、そんなに透けないタイプの感じのフィフスで買ったシアーで、これはだから中にヒートテックとか着ても全然大丈夫な感じだと思います。スカートは島村のヘルムのもので、トレンチはシーンです。でバッグは楽天で購入したロエベにめっちゃそっくりなスマホバッグです。一応本革です。モノトーンだけど白のふんわりスカートを持ってくることでちょっと春っぽくなるかなと思います。次は爽やかなブルーのコーデになります。これは何年か前に買ったユニクロの 3D コットンのニットです。春は結構コットン系のニットが気持ちよくてよく着るんですけど、それと、去年買った島村の田中里奈さんコラボの白パンツです。マリンパンツです。ただめっちゃ履きすぎてここの裾がほつれてます。本当はこうだったんだけどここが取れちゃってるので直さないといけないですまだ直してなかった。こんな感じでブルーとホワイトコーデにしてみました。シンプルですごい爽やかで大人っぽくって無駄がなくって可愛いと思います。でネックレスはシルバーにしました。これは20年以上前のグッチのやつです。お、久しぶりに引っ張り出してきました。次はボーダーです。ちょっと太く見えがちなこういうフットボーダーなんですけど、縦ラインを作ることでちょっと細見え効果を狙ってみました。小物はちょっと春なので白とか明るめの色にしてます。プリントの T シャツに白カーデとクロスカートのモノトーンにしました。こっからちょっと何か柄プリントティーが覗いてるだけで、普通のモノトーンがちょっとカジュアルというかね、雰囲気がね軽くなるので、バランス的にはもうあとちょっとだけスカートが長かったら、私的にはこれぐらい長かった方がおしゃれ見えするかなと思います。ちなみにこれは去年買った島村で買った綿100のしかも刺繍のアネモネ T シャツで、これは
結構私履いてるんですけど、黒のスカートなんですけど、シャカシャカ素材でホコリとかゴミがつきにくいタイプの黒なので、すごい重宝してます。ストンと落ちるんですけど、ちょっと広がるタイプで、華やかさが欲しい時に履いてます。はい、次がちょっと茶系の島村で値下げコーナーで買ったポロシャツに GU のジーンズを合わせました。そして足元はちょっとこっちが夏っぽいというか半袖なので、まだちょっと明るめのブーツで春感を残しました。ちょっと明るめのブーツにしてみました。でスザンヌさんのこのポーチ型のバッグを持ちました。でこんな感じでブーツで足長効果を狙っています。はい、次がこの間買った千葉村の1000円のちょっとあったかめのシアー T シャツを使って、でこれが去年かな、去年値下げで買ったサーモンピンクのジレなんですけど、この色がすごい好きで白にピンクのベストを合わせてみました。ちょっと上級かなと思ったんですけど、春っぽくていいかなと思って、こんな感じで、この色がめっちゃ可愛くて、着るならもう3月4月かなと思って合わせました。白ワントーンにピンクのベストです。さっきのにベージュのジレトレンチとかでも可愛いと思います。はい、ワントーンにベージュ合わせ。はい、次は結構リラックスコーデになるんですが、去年買ったユニクロとセオリーのスウェットに、これもユニクロの花柄のリラックスできそうなパンツです。でここにチャックがあるので、まあ、ピタッと締めたら結構もうピタッとなっちゃうんですけど、まあ、ここを開けてちょっと抜け感を作って、こんな感じでゆったりコーデ、ワンマイルぐらいだったらいけるかなと思うコーデです。ここにスマホを入れて犬のお散歩とかですね、ちょっとコンビニとかに行きそうな家でもリラックスできます。はい、ということで次が今季買ったトレンドのキツネ柄のスウェットを合わせました。こんな感じで昔のテラさんのスカートに合わせました形です。私はま下もカジュアルにしてしまうとカジュアルがすごい似合わないので、ちょっとだけ綺麗めのもので合わせています。の方がちょっと大人っていうか落ち着いて見えるので、色はね重めの茶色、グレーっぽい茶色なんですけど、すっごい生地が薄くてね軽いので、なんかねそんなに 重くは見えない感じになっています。はい、これはね気に入ってて断捨離してなかったのでまだ着ようと思っています。はい、というわけでですね、今回は家にあるお洋服でできる、まあ、シンプルなコーデをやってみました。私の手持ちのものでやってるんですが、皆さんが持っていそうなベーシックなもので大体は組んでますので、参考になれば嬉しいかなと思っております。買ったものの着てないお洋服たちを生かすために今頑張ってねコーデを組んでますので、でもまだ
まだいっぱいあるのでもっとね無限に組めそうな気もするんですが、ブックも上げていけたらいいかなと思っています。ということで最後までご視聴ありがとうございました。少しでも参考になったよと思ってくれた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録とよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。